今日はお絵かきです。お絵かき、何描くの？ヘイスタからお題をもらってください。何王子が、王子が乗りたいかっこいいスポーツカー。スポーツカー？スポーツカー。スポーツカーか。うん。あ、めっちゃ言ってないけど、僕に何か大丈夫かな、俺。あ、くだらないって。それに乗りたいんだよね。まぁ、あ、ちょっと、それちょっと違うけど。うん、ちょっと恥ずかしいんだけど。できた？はい、じゃあ、発表してください。じゃーん。なにこれ？マジですか？めちゃめちゃ痛かった。こんにちは。こんにちは。ときめき韓国語、始まりました。始まりました。ね、始まりました。じゃあ行こうか、ヘイタ。はい、行きましょう。あとさ、ちょっと寒くなったね、はい、皆さん。ね。本当だね。気をつけてね。風邪ひかないように。はい。気をつけてくださいね。じゃあ参りましょう。はい、参りましょう。前に、そういえば前にね。はい、じゃあ、前回の表現ちょっと見てみようか。여기가 어디예요? 여기에 가고 싶어요. 여기에 가고 싶어요. みんな覚えたかな？覚えました。覚えました？覚えました。じゃあ、だったら、じゃあ、次に行こう。はい。じゃあ、今回の表現はこちらになります。じゃあ、이름이 뭐예요? 名前は何ですか？저는 김이에요. 私は、キムです。じゃあ、こちらです。じゃあ、名前を聞いたりさ、聞くとき、答えるとき。はい。この表現になります。でもさ、目上の人には、こういうふうに聞かないの。ああ、そうなんだ。目上の人には、こちらになる。じゃあ、성함이어떻게되십니까？성함이어떻게되십니까？이름이뭐예요の丁寧が、성함이어떻게되십니까？になります。じゃあ、これは、じゃあ、見てみようか。じゃあ、こうやって。이름、성함。こうやって分けるけど、이름、名前、성함、お名前。이름이、何々か、何々は。こうやって、성함、이름、に、성함、い。じゃあ、次はね、이름이뭐예요の、뭐예요をちょっと見てみよう。はい。じゃあ、これ、ここにさ、何ですか？뭐예요。ここにカッコ、ムオって書いてあるね。はい。ムオ。これはね、ここに書いてあるけど、書くとき使うの。書くとき。書くとき。うん。ボエよ。ボエよ。ボエは一助会話で使うけど、ムオは、じゃあ同じ意味だけど、書くときは使うね。だから、もし一助会話に、なんか、イルミブオシエよって言ったら、すごく、なんか、感じ悪い。感じ悪いね。悪いの？まあ、悪くないけど、うん、ちょっと変な表現になっちゃう。ああ、そうなんだ。ええって感じ？へえ、うん。だから、ちょっとお堅い感じになっちゃうのかな。うん、気をつけて、ね、뭐예요。이름이뭐예요？뭐예요。じゃあ次は、저는김이에요の、저는、はい、은。じゃあ、ここに、何々는、何々은って分けたね。そうですね。ああ、そう。これはさ、パチムのため。パチムか、うん、パチム。韓国語はパチムがあるね。はい。うん、パチム。パチムがあります。うん、パチムがあったら、うん。パチムがなかったら、るんになる。ちょっとパチム見てみようか、聞いた。何か。パチムが一体なんだ、なんだ。これだ。じゃあ、はい、うん、知ってくれる？聞いた。はい。この赤で示してある部分。これって書いてあるのがパチムです。このように上がキム、うん、下がケイタ、うん、ですがキム二文字なのに、ね、一文字で表現されています、ね、こんな風に通常母音一つ子音一つで構成される文字に対してもう一つこの下のロみたいなやつですね子音を組み合わせて、うんうん一つの文字を作ることがハングルではできます。この下の二つ目の子音のことをパッチムと呼びます。はい、これがパッチム。
あ、説明ありがとうございます、聞いた。あ、日本語の表現のキムだけど、キム、ね、韓国ではキム、ね、キム、ただキム、キム、キム。なるほど。そう。ムって発音しないといけない。ムって発音しない。はい。ね。わかります。じゃあ。で、これ前回やりました。そう。イェヨ、イェヨ。イェヨ、イェヨ。イェヨ、イェヨ。これもパチムがあるかどうかによって違ってくるんだよね。はい。はい。何々イェヨ、何々イェヨ。あの、これもパチムがあると、あると、と、イェヨ。イェヨ、イェヨ。イェヨ。あ、パチムがないと、イェヨになります。になります。はい。じゃあ、見てみよう。저는、저にはパチムがない。だから、는になります。저는、저는、이것은、이것은、이것、이것、これね。이것、ここなんか、傘みたいに書いてある、これ。漢字の人みたいなやつだよね。そうそうそう。それがパチムだよね。はい。이것은、이것은、パチムがあるから、은になるね。은になって、発音は、이것은になる。이것은。이것은。別にして読むと、이것은だけど、発音があるから、이것은になる。はい。はい、次は、ケイタ、イェヨ、キム、イェヨ。じゃあ、ケイタの場合は、パチムがないね。はい。だから、イェヨ。ただ、イェヨになる。でも、キムの場合は、さっき見たように、キム、ミウム。これがパチムがあるから、キム、イェヨになります。発音ちょっと見てみようか。はい。はい。이름이뭐예요이름이뭐예 요, 뭐예요이름이뭐예요이름이뭐예요소응아てる아てる자次は저저는저는김이에요김이에요소소김이에요김이에요そう、うん、じゃあ一人でやってごらん。이름이뭐예요저는김이에요そう、うん、そう。でも뭐예요の時ちょっとこうやって上げて、뭐예요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 そうそうそう。そういうようにちょっと言ったらかそうだね、聞いてる感じになる、聞いてる感じがなる。はい、うん、이름이뭐예요저는김이에요じゃあここで今日は終わりね、聞いた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあみんな次回も楽しみにしてくださいね。はい、はい、じゃあではさよなら、あんにょーん、あんにょーん。